Hello, everybody. This is George Conkle right here. One more time. This time it's 勝手に連動企画 with 湘南 Beach FM。湘南 Beach FM 78.9 とね、一緒にやってます。今日は勝手にサザンロック行こうかなと思って。この番組のプロデューサーがクレイジーなんで、サザンロックに対してね。So, are you ready? Southern Rock, here we go!なんかさ、サザンロックって言葉ってさ、もう70年代にすごい流行った言葉なんだけど、実はね、ロックンロールってね、もともとサザンロックなんだよね。例えばエルヴィス・プレスリーやさ、ジョニー・キャッシーやさ、ああいうジェリー・リー・ルースなんか、みんな南部の方から来てる人たちで、だからロックンロールってニューヨークのドゥアップと違って、このちょっとね、あの独特の泥臭い味持ってるのがサザンロックなのね。でやっぱりサザンロックというとみんなオールマンブラザーズバンドって言いますよね。あれは実はデビューが69年なんだけど、その前に2人ともあのグレッグとドウェイン・オールマン兄弟はもう他のバンドなんかもやってたり、そしてドウェインの場合はセッションマンなんかやってて、2人ともジョージアに戻ってロスから、そこで自分たちのドウェインのバンドにグレッグがボーカルとして参加するようになったのね。彼らはね、あのジャムバンドっていうバンドかな、それでブルーズバンドなんだけど、ブルーズバンドの上に彼らのボーカルが素晴らしいから、あの曲がやっぱり目立つようになって、ギターだけのジャムバンドってしっかりしてないからあんまり、ね、伸びないんだけど、オールマンみたいなバンドはジャムするんだけどちゃんと曲に戻ってこれるから、だからそういうところがデッドみたいなところあるんだけど、でもサザンロックでもうオールマンってみんな言うよね。で彼らが1枚2枚出して3枚目の出したのがあれなんだよ、ライブ・エット・フィルモア・イーストって、それはもう本当この間やったドノバンっていう人の曲をね、なんか C 面全部その1曲だったからね、ラジオ局でかけてくれないぐらいに長いんだ、30分近くなっちゃうから。だけどその彼らが一番有名なアルバムがそのライブっていうのはすごいことだと思う。普通ライブっていうのはほら撮り直しなんかあんまり聞かないから、あの下手だったらすぐそれ目立っちゃうんだよね。でもオールマンの場合はみんな全員うまいからそういう編集しなくていいのね。でも今日は僕はライブ版じゃなくてライブ版に入ってるウィッピングポーストっていう、その20分か超えてるのかな、あれの彼らのオリジナルバージョンが1枚目のデビューアルバムに入ってるんだ。でこの時まだこのボーカルが19歳かなんかだから、そういうふうに思ってこの顔で、このグレゴルマンのあの金髪のお坊ちゃんみたいな顔でウィッピングポーズ歌ってるんだよ。これは聞くとこのバンドはドウェインのことギターって言うけど、グレッグのボーカルもそれほどだよね。だからこのグレゴルマンのボーカル聴いてください。 The Allman Brothers Band Whipping Post。Number two。 これはまたサザンロックだけど、これはちょっと後に出たんだよね。73年デビューでマーシャー・タッカーバンドっていう、彼らはジョージア州じゃないカロライナ州かな、そこから出たバンドだけど、彼らはねもうちょっとね、オールマンはブルースとジャズから影響を受けてるんだよね。最初の方はこのマーシャー・タッカーはもっとカントリーの味があったんだ最初から。そしてフィドルが入ってるからちょっとそういうカントリーなんかなっちゃうね。で彼らはボーカルがいるんだけどギターのやつが時々歌うの。そういう曲も Can't You See ってなんだけど、それも素晴らしい曲なんだけど、やっぱりマーシャー・タッカーバンドはこのボーカルの人のスムーズなボーカルがかっこいいんだ。そしてみんな髪も長くてすげえかっこいいバンドだったんだ。だから彼らはカントリーから来てる、ちょっとジャズっぽいとこから来てるサザンロック。すごい一番売れたのは全然この後で I Heard It In A Love Song ってもう77年ぐらいかな。でも今日かけるのはデビューが73年だったんだ。75年に出した Searching For A Rainbow ってアルバムのタイトルトラック、 It's Searching For A Rainbow The Marshall Tucker Band。
I rode into town today。 そういえばマーシャー・タッカーって人いないからオールマンがおしゃれだったらどんくさいサザンバンドいるんだよ。ゼップリンがおしゃれだったらディープパープルみたいな感じのポジションにいるんだけど、それがリナード・スキナード、リナード・スキナードっていう名前も彼らの体育の先生で、彼らその学校クビになっちゃったんだ、 あんまり悪いから。だからその体育の先生の名前を使ってスペリングを変えて、あの L-E-O-N-A-R-D を Y にして、リナード・スキナード名字も Y に変えて L-Y-N-Y-R-D、 これはあんまりないんだよ。そして S-K-Y-N-Y-R-D、 これすごいかっこいいんだよね、英語で読むと。これがリナード・スキナード。この人たちはもう73年のデビューなんだよ。マーシャル・タッカーと同じぐらいなんだけど、彼らはあのすごい南部のプライドを持ってるバンドで、もうなんていうの、アラバマ州だから、やっぱり他の州の人たちは彼らのことをすごい人種差別するやさ、もうなんか悪いことを言うんだよ、北の人たちはね。でニール・ヤングがあのサザンマンって曲とアラバマって曲を書いて、アラバマの人たちは人種差別ばっかりやっててね、もうそろそろもう時代に分かれよ、もうってちょっとバカにしてる曲がある。そうしたら今度このリナード・スキナードがスイートホームアラバマって書いて、この曲のすごいとこは曲の中にニール・ヤングって名前もちゃんと出してるニール・ヤングってひねくのやつだから、この曲ライブでやったことあるんだよ自分で自分のことをけなしてるね、それもやっちゃってるんだ。だけどこのリナード・スキナーのスイートホームアラバマは最高ですよ。聞いてみましょうか。これ74年に出た2枚目のアルバム、 Sweet Home Alabama。 It is Leonard Skinner、yeah. Sweet Home Alabama。 そしてもうちょっとね、南部のバンドで一番ラジオ局にフレンドリーな音があったバンドなの、それはアトランタリズムセクションっていうのね。でこの人たちはあのほとんどのメンバーはアトランタのそういうスタジオミュージシャンたちなのね。それでもともとデニス・ヨースト&クラシック・フォーっていうバンドの人たちだったんだ。デニス・ヨースト&クラシック・フォーっていうバンドは68年にデビューして、スプーキーっていう曲でヒットして、ストーミーっていう曲でヒットして、トレイシスっていう曲でヒットしたの。でもすごいポップなんだよね、すごいスムーズなの。でこの ストーミーって曲は後でサンタナが何年か後にヒットしたし、スプーキーはダスティ・スプリングフィールドもヒットしてるのね。だからすごいいい曲でいいバンドだったの。でもある日デニス・ヨーストが辞めちゃって、そしたらメンバーが自分たちでスタジオマンたちが歌い始めたんだよ。そうしたら歌うまいんだよこいつら。それでアトランタリズムセクションっていうのが一番なんていうの、そういうラジオにかかっても綺麗に流れるヒット曲のバンドだったんだ。で本当ね、あの面白いのはウォールマンなんかはすごいブルーズィーで AM ラジオなんかあんまりかかんないよね。そしてあのリナード・スキナードもちょっとすごいラフだからあんまりトップ40な感じしないの。だから FM 曲はかけたんだけど、トップ10の曲はあんまりないんだよねこいつらね。ね、だからこのアトランタムリズムセクションはすっごいクリーンのポップでもう売れちゃうタイプだから、この人たちのこの曲スプーキー、もともとデニス・ヨース&クラシック4っていうバンドの名前で出して68年に、でも79年に自分たちで出したらこれも売れちゃったんだよね。だからもうシャンペイン・ジャムや他の曲もいくつかあるんだけど、すごいこれはもう売れた売れた売れた。だからアトランタリズムセクションCalled Spooky, yeah! In the cool of the evening when everything is getting kind of groovy. 今度はオールマンもちょっとカントリーのねテイストが入ってる。なんでかというとギターのディッキー・ベッツという人がカントリーっぽい人で、
だけどこのチャーリー・ダニエルズバンドってあるんだね。これはまたドカントリーの人たちなんだ。でもこれはサザンロックバンドね。だこのサザンロックの中に入ってるんだけど、彼らのデビューは76年。チャーリー・ダニエルズっていうのはもともとスタジオマンで、フィドル弾いてたりベースが上手いからナッシュビルのスタジオマンだ。だからあれ、あのリンゴ・スターがカントリーのアルバム Vocal the Blues を作った時のベースはチャーリー・ダニエルズなんだよ。でその時はチャーリー・ダニエルズバンドの時のひげもじゃのロンゲヘアのヒッピーじゃないよね。その時はまだナッシュビルのミュージシャンで、もうシュッてね、銀行員みたいなヘアスタイルしてるんだよ。彼はフィードルがすごくて、これももうカントリーのトップまで行っちゃったんだよ。 Devil Went Down to Georgia って曲、やっぱこれはね、ロバート・ジョンソンの、クロスロード・ブルーズと同じテーマで、やっぱりそういう悪魔と戦うっていうね、ギターで、これはロバート・ジョンソンはブルーズで戦うんだけど、これはね、フィドルで戦うの、悪魔と。それで悪魔に勝つっていうね。だからそれがチャーリー・ダニエルズ・バンドの Country Big 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 Hit The Devil Went Down to Georgia。 Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals a card。 Well, Southern Rock、 ここでもう5曲もうまたどん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 出てきちゃうんだよ、これ話してると。だけど今日はこの5曲にしましょう。 Alright, and this is Southern Rock、勝手に連動企画。 Thank you for watching and listen on the radio, Shonan Beach FM 78.9. Yeah! 登録お願いします。 Yeah!